五条駅は奈良県五条市末三丁目にある西日本旅客鉄道和歌山線の駅である。五条市の代表駅で近畿統括本部と和歌山支社の境界になっているなど、和歌山線運行場のような駅となっている。当駅をまたいで運転される列車は必ず当駅で乗務員交代を行う。所在地の市名は五条市、駅名及びバス停名は、 五条駅と城の自体が異なっているが、案内標識には五条駅と記されているものも多い、小中高校名及び観光庁施設のほとんどが五条表記。戦前、木材輸送のためにこの駅から現、規制本線の新宮駅までを鉄道で結ぶ計画があったが、モータリゼーションの影響などもあり結局、実現しなかった。五条市大東町。 坂本まで一部完成した路盤のうち、レイアンテラ町付近から西吉野町、木戸付近まで簡易舗装され、国鉄バス JR 西日本西日本、JR バス奈良交通のバス専用道として利用されていたが、2014年9月に廃止され、並行する一般道経由に変更された。また、バス専用道に転用されなかったアーチ橋の移行が、 当駅南西 1km ほどのところに残っているが、国道24号をまたいでいた部分は、国道の拡張工事のため一部撤去された。1896年10月25日、南和鉄道が、九駅から当駅を経て、二見駅までを開通させたのと同時に五条駅として、開業、およそ2年後の1898年4月には、 キワ鉄道が今度は当駅から南和鉄道との接続点を経て、橋本駅までを開業。この駅は南和鉄道とキワ鉄道、二つの会社の境の駅となった。この時、キワ鉄道は実際は両鉄道の接続点から線路を伸ばしていたが、1902年6月にはキワ鉄道がこの接続点に二見駅を開業させ、南和鉄道は その二見駅から元も々ともとあった二見駅までの旅客営業を廃止し、貨物線とする。なお、二見駅は新しくできた二見駅との重複を回避するため、川端駅に改称、二見からの南は鉄道貨物支線の終着駅という形になった。この二見から川端までの貨物支線は1982年10月1日に廃線となっている。和歌山線の電化は、 王子駅から東駅と東駅から和歌山駅の2段階に分けて行われたため、当たり駅には、電化、非電化区間の境界駅となっていた時期がある。校内短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ、地上駅。最大重量の列車が停車可能で、ローカル線の駅としては、ホームの有効長が長い。互いのホームは、 地下通路で連絡している。駅舎は基本的に木造であるが、入り口周りにはコンクリートで増築されており、木造とコンクリート作りが入り混じった建物となっている。駅舎内には柿の端支店があり、その向かい側にあった清宿は2014年3月に閉店して、現在は自動販売機コーナーとなっている。トイレは改札内、改札外ともに、 男女別の推薦式、王子鉄道部が管理する直営駅。以前は、駅業務のうち営業部門は、JR 西日本交通サービスに委託されていたが、運転取扱い業務があるため JR 西日本の社員も常駐する。窓口営業時間は、朝6時から夜21時までである。業務委託時代は、朝の改札業務は、 JR 西日本の社員と共同で行っていた自動券売機及び簡易や移行か改札機が設置されている。駅舎左手にあるスペースは坂本線バス用ホームの後である。現在は事故や大雨などで見合わせにあった場合の鉄道代行バスが発着する場合のみ使用。通常は上下線とも駅舎側の短式ホームに発着し、島式ホームの使用は 行き違いのある場合や列車接続時に限られる。その島式ホームへは地下道で連絡している。その他、1番乗り場と2番乗り場の間に留置線1線と3番乗り場の向こうにも留置線が3本あり、夜間対白が行われている。運転取扱い場では駅舎反対側の3番乗り場を1番線として逆順に振っており、1.2番乗り場の間の 留置線もカウントに含まれるため、1番乗り場が4番線となる。王子方面、和歌山方面とも朝夕夜に当駅発着の列車が設定されている。下り列車では、朝夕の通学時間帯の混雑に対応するため、平日に限りあたり駅始発の快速列車が2本設定されている。王子方面については、山和寺線と直通する。 快速列車が当駅まで設定されており、そのため和歌山線において221系が乗り入れるのも当駅までとなっている。早朝には快速 JR 南馬駅が1本、夕ラッシュ時間帯には大阪環状線大阪発が3本設定されている。国鉄時代から2002年3月23日未明までは和歌山方面からの最終列車が日付を超えて到着していたが、 現在は当駅到着時刻が日付を超える設定はない。奈良県統計年間によると2018年度の1日の平均乗車人員は1348人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通り。駅前通り周辺は木材工業によって発展した五条市の中心部である。当駅はその市街地の北東の端に位置し、 市街地の中心部は当駅の南西方向にある。駅近くにはイオン五条店などもあり、市役所をはじめとする公的施設も近い。駅前にバス乗り場があり、以下のようなバスが発着している。木造のバス待合室は2014年秋に解体撤去され、さら地になっている。快速は当駅をまたがって運転されていない。和歌山発の快速が当駅を越えて運転されているが、 当駅で列車番号及び種別表記が変わり、高田方面へは普通として運転されている。ありがとうございます。